ありがとうございます。東京農工大学の田上でございます。今日はよろしくお願いいたします。私の方からはですね、今までの発表とは違いまして、昆虫を題材にした研究を皆様にご紹介させていただきたいと思います。でまず最初にうちの研究室何してるのということをちょっと紹介しておきたいなということでですね、紹介させていただきます。私の研究室は東京農工大学の大学院の動物生化学研究室ということで、昆虫系とあえて名前がついております。現在ですね、昆虫を材料に用いまして約12名の学生がですね、日々研究に進んでおります。こんな楽しい研究室で私研究を行っております。ところでなんですけれども、昆虫なんですが、皆様がですね、日々生活している中で多分虫を見ない日は多分ないんではないかと思っております。実はですね、昆虫って大部分の昆虫が野外で生活をしておりますので、環境由来のですね、多くのストレス因子に日々さらされております。例えばなんですけれども、太陽から受けるようなですね、紫外線ですとか温度変化も野外においては結構厳しいですので、そういった変化もありますし、特にですね、昆虫体体表面が小さいんですね、体表面が大きいんですね、体が小さいので、なのでですね、水をですね、あまり奪われてしまうと非常にシビアな状況に置かれてしまいますので、結構湿度が 大変大事になってきます。でまたですね、野外で生活していますと感染症みたいなものも実は昆虫がかかるんですけれども、そうしたですね、細菌やウイルスによる暴露ですとか、あとですね、農薬によるですね、刺激もあります。で昆虫特有ではないんですけれども、昆虫はですね、他の昆虫に寄生されまして、他の昆虫の餌食になることもあるんですけれども、そういったことも起こりますし、感染変態昆虫では変態という時期を得てですね、劇的に体の形を変えますので、そういったところもですね、ストレス因子が発生する要因となります。でしかしながらですね、昆虫は体の中にですね、リアクティブオキシゲンスペシーズというような活性酸素種を発生させるんですが、それをですね、自身の生理代謝系によってですね、抑えてあげて速やかに適応するというような特徴を持っています。で昆虫の体内で産生される、活性酸素種、略して ROS と呼んでいるんですけれども、このようなですね、種類の ROS が昆虫の生体内で常に発生しています。それは私たち人間とも同様にですね、こんなものが発生しています。で寄生されますとですね、昆虫の体内ではやはりストレスを感じますので ROS が発生しますし、昆虫の中には強い生物活性を持つようなですね、食草を食べられる種がいるんですけれども、そういった種はですね、非常に速やかに中腸っていう器官があるんですけれども、昆虫の消化管にあたる器官なんですが、そちらでですね、活性酸素種を消去するような特別なシステムを持っています。こんなようなですね、昆虫のそのシステムを研究していけばですね、昆虫がいかにうまく環境に適応できるかというシステムを包括的に理解できて、なおかつですね、人間生活に役立つのではないかということで研究を進めています。で環境由来のストレス因子なんですけれども、昆虫はですね、実はその生態を防御するためにさまざまな手段を持っています。で一つはですね、メラニンや尿酸で、これはですね、カイコの眉なんですけれども、実はカイコって白い眉だけではなくって、カロテノイドやフラボノイドによってですね、オレンジとかピンクとかですね、あと緑みたいなですね、結構色鮮やかな眉を作るんですけれども、そういったものは抗酸化物というふうにまとめて呼ばれているんですが、それらをですね、体表面とかあと眉に蓄積して太陽の光、特に紫外線なんですけれども、そういったものからですね、生態を空虚しているということが言われています。でまたですね、昆虫に特有の休眠というシステムがあるんですが、こちらはですね、昆虫の体の中で生理システムを一時的に停止できるというようなシステムがありまして、厳しい環境を避けるためにこのようなシステムを、使っています。でさらになんですけれども、抗酸化タンパク質というものもですね、実は昆虫も持っておりまして、生態内の環境の調節をですね、この抗酸化タンパク質を使っています。で驚くべきことはですね、この抗酸化タンパク質、私たち人とほとんど同じものを昆虫も使ってですね、外界からの刺激をですね、調節しているということが私たちの研究によって分かってきました。で、私たちの研究室では、
抗酸化酵素でですね、非常に代表的で、まあ、人からですね、原核生物まで保存されているものなんですけれども、スーパーオキシドジスムターゼというですね、酵素に着目しまして、まあ、それらをですね、昆虫のですね、データベースから一挙に網羅的に、見つけるというようなことを行いました。でですね、私たちの研究室では、そこから取ったですね、SOD 配列をさあどうやって、研究しようかということで、コクヌストモドキというですね、昆虫に着目をしました。で、コクヌストモドキ、ここで見るとちょっと大きめに見えるかもしれないんですけれども、非常に小さな体を持っている昆虫種でして、多分ですね、お米粒ぐらいのサイズしか成虫だとないと思います。で、実体顕微鏡という顕微鏡で見て、ようやくですね、体の形をですね、確認することができる昆虫なんですけれども、チョコク害虫ですね、小麦のチョコク害虫として調べられていて、アメリカの方で研究が進んでいます。で、このコクヌストモドキをですね、研究に使う利点としては、前ゲノムがですね、すでに解読されているということもありますし、RNAi というですね、遺伝子のノックダウンをするようなですね、機能解析がやりやすいということで、非常にですね、使いやすいモデル生物として、私たちはこの生物種を選んで、その後の機能解析を行ってきました。で、コクヌストモドキのですね、SOTについて調べてみますと、驚いたことにですね、約ですね 1,2,3,4,5,6 種類の SOD ファミリーに属するですね、配列があることが分かりました。で、主にですね、他の哺乳類とかの生物でですね、調べられているのは SOD1、SOD2、SOD3 といったようなものが多分ですね、主に皆さんご存知であろうと思うんですけれども、トリボリウム、コクヌストモドキの場合はですね、SOD5 と私たちが名前を付けたもの、6と名前を付けたもの、CCS というふうな名前を付けたものの、さらに3種類加えた配列がありました。で、今日の発表では、こちらのですね、PCSOD2 と私たちが呼んでいる配列について、機能解析を行った結果について、ご紹介させていただこうと思います。で、この、スライドなんですけれども、各発育段階における TCSOD1、2、3 ですね、1、2、3遺伝子の挙動について検討を行ったグラフになります。で、それぞれですね、幼虫、前幼期、さなぎになる前のことを前幼というふうに専門用語で呼んでいるんですけれども、その時期と、あとさなぎと、成虫に至るまでの各時期においてですね、定量 RT-PCR を行いまして、SOD の遺伝子の挙動を調べてみました。で、その結果ですね、 SOD2 はさなぎになる直前にですね、顕著に発現が下がることが分かりましたし、 SOD3 と私たちが呼んでいる遺伝子はさなぎの時期にですね、非常に発現が上昇するということが分かりました。で、次に私たちは、RNA 干渉という方法を使って SOD2 に着目をして、機能解析をしようとしたわけですけれども、 RNA はですね、昆虫の場合は、インターフェロンレスポンスというものがですね、まだ見つかっておりませんので、非常に長いダブルストランド RNA 配列を用いることができるんです。しかしながらですね、そういった長い配列を使いますと、今度はですね、オフターゲットエフェクトといって、他のですね、配列にも影響を及ぼす可能性があって、実験がうまくいかないことが結構あるんですね。で、私たちはこの ERNAi というデータベースを使って、オフターゲットエフェクトがない部分をデザインして実験を進めるためにですね、このデータベースを使いました。で、それによって私たちは、1回でですね、この TCSOD2 のダブルストランド RNA をめちゃくちゃ速いスピードでデザインすることができました。で、続いて、実はこの i ビートルベースというのがですね、トライボリュームではありまして、こちらのデータベースは RNAi による表現型をですね、調査できるデータベースになっておりまして、ほとんどのですね、遺伝子がアノテーションがついているものに関しては、トライボリュームではですね、網羅的にノックダウンをしまして、その表現系を調べて、こちらのデータベースの中にその情報を入れています。
従ってですね、この情報を調べればですね、その後にどのような実験を組まなくちゃいけないかということですとか、どういうような表現系に着目して実験を進めなきゃいけないかということがあらかじめ立てられますので、非常に効率よく実験を進めることができます。でこちらがですね、DCSOD2 をノックダウンしたときにですね、他の主な SOD1 から3までの影響についても確認したスライドになります。SOD2 をノックダウンしますとですね、トライボリュームココヌストモトキの場合は、SOD1 や3がですね、若干発現が上昇することが分かりました。このバーと書いてあるのは TC バーミリオンの略でして、コントロール、RNA のコントロールとして用いたですね、略になります。でこちらの方はですね、タンパク質の活性を、検討したグラフになるんですけれども、SOD2 をノックダウンしますと、もちろんその活性も下がるということが分かりました。でさらにですね、そのフェノタイプについて調べてみますと、でこちらの図なんですけれども、成虫になってですね、どれぐらい生きてるかっていうのを示した表になるんですけれども、SOD2 をノックダウンしますと、だいたい5日ぐらいでですね、約 60% ぐらいが5日までに死んでしまうんですが、長いものでは40日までですね、生き残ることができたものもいました。で一方ですね、SOD は、抗酸化タンパク質ですので、酸化ストレスに対してですね、どのように応答するかというのを次に調べなきゃいけないんですけれども、私たちはパラコートという農薬を使いまして、酸化ストレスについて検討を行いました。でその結果ですね、この TCSOD2 と書いたところが、他のですね、ノーマルは何もしていないものなんですけれども、こちらのコントロールと比較して少しですね、酸化ストレスに対して弱くなっているということが分かりました。で面白いのはですね、他の生物種の SOD2 をノックアウトしたりノックダウンしますと、大体平均ですね、1週間から10日ぐらいで、ほとんどのですね、生物が死んでしまうんですが、ココヌストモドキの場合は約40日間までいくつかのですね、昆虫が生き残るという結果が得られまして、少しですね、他の生物種とは違う応答が見られました。で他にですね、表現系を調べたのがこれになるんですけれども、これビデオになってますので、こちらとコントロールと TCSOD2 のちょっと動きを比較しながらちょっと見ていただけるといいかなと思います。結構ですね、このコントロールの方はちょこまかちょこまか動き回ってるのがお分かりかと思うんですけれども、こちらのですね、 TCSOD2 をノックダウンしますと、若干ですね、動きがちょっと変な感じの、ゆっくりでちょっとおかしな動きになるのがお分かりかと思います。でこれらのですね、動きに対して私たち画像解析をしまして、速さをですね、ピクセルあたりのですね、速さにを求めてみましたところ、コントロールの TC バーミリオンの場合はですね、こちらの値になったんですけれども、 TCSOD2 の方はですね、ぐっとですね、その速さが下がるということが分かりました。でこのようなですね、面白い表現型が見られたわけです。じゃあ走る速度はどうなんだということでですね、走行試験というものをですね、新たに組み立てて試験をやってみました。でこれもちょっとビデオになっているんですけれども、ここにでココヌストモドキは光に対してわわわわわってこう集まってくるのが分かると思うんですけれども、誘引される性質があります。で私たちはですね、この光に対してこう引き寄せられていく性質を利用しまして、ライトアトラクティドロコモーションアッセイと名付けてですね、走る速さを測ってみました。でその結果ですね、コントロールと比較してですね、その走る速さが遅くなっているということが分かったわけです。でこのようにですね、走る速さにはエネルギーの産生が関わっていますので、じゃあその原因は何なんだということでですね、今度この2つのグループのですね、 ATP 量について測定を行いましたところ、TCSOD2 の方でですね、 ATP 量がですね、下がっているということが分かりました。したがってですね、SOD2 をノックダウンすると、
何らかのですね、エネルギー産生系に影響を与えるのではないかということが分かりました。でこれはですね、これまでのデータベース上にもですね全く載っていなかったもので、私たちもですねこのような結果が得られるとは思っていなかったんですけれども、トライボリュームのですね SOD2 遺伝子をノックダウンしますとですね、こちらに写真が載っているんですが、少しですねこのコントロールと比較してですねちょっと黒くなっているというのがお分かりかと思います。でその原因は何なのかということでですね、さらに検討を進めてきました。で私たちはですね体を黒くするものが何かということで、昆虫は主に体を黒くする色素としてですねメラニンを使っているんですね。なのでこのメラニンの合成系について調べてみましたところ、メラニンの合成に関わっている酵素でですね、非常にそれがですね、発現が上昇しているということが分かりました。で、これまででですね、話をまとめますと、メラニンのですね、合成系に関わっているという話をしたんですけれども、TCSOD2 をですね、ノックダウンしますと、こちらのですね、このメラニン合成系のですね、ドーパミンからメラニンに至るまでの間にですね、先ほどのチロシナーゼというものとラフカーゼという酵素があるんですけれども、そちらの酵素をもしかするとですね、直接コントロールしているか間接的なのかは分からないんですけれども、このですね、酵素を調節するのではないかということが分かりました。でさらにですね、体が黒くなることで他の生物種と比べて少し長生きの傾向が出てきましたので、もしかするとですね、コクヌストモドキの場合は他の生態防御に関わるような抗酸化物質のですね、合成量を上げることでですね、自身のですね、生態防御システムを補完するようなシステムを働かせているのではないかということが示唆されました。で実はですね、この研究データベースを使うことで約2ヶ月半でここまでの成果を出すことができています。なのでその公共データベースを活用することによって非常に速いスピードでクオリティの高い研究ができるということがですね、私たちの研究でできるのではないかと思っております。でこの研究はですね、こちらに示した人たちに非常に協力をいただきました。で特にですね、 DBCLS の大野先生と小野先生にはですね、データベースの活用の仕方とあと画像解析についてご協力をいただきました。私の発表をしまいにします。ご清聴ありがとうございました。